さあ、で、ここに、もう一個増えるんだよな。うん、到着した上で、新しいトラベライトを置いたぜ。どうだ？四つになった。どんどん増えていくな。これどうなんだろう。なんだろう、二重になったりするのかな。一個下と一個上になんかこう、ぐる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 回る感じに。なんだかな、それとも、一列で全部完結するのかな。あ、すっげえ。一気に増えた。どれがどれだ。これが、全部果てなすぎて何の、何なのかわかんないけど。とりあえず、うん。これで、転送完了を、一気に三つの魔界いけるようになったの強えな。やったぜ。ちょっと、どんなモンスターがいるんだろうな。よいしょ。よいしょ。てーい。よし、来た。これ、何の魔界？行ってみっか。行ってみよう。さあ、冒険に出発だ。おっと、あ、水。あー、竜神殿の魔界。初級、ここか。ほほー。結晶綺麗だね。俺の、右肩にあるのと同じようなやつかな。大きな湖、まるで海みたいです。いいね。いや、こういうとこいいよな。遊びたい、普通に。水遊びをしたい、ここで。この魔界、うん、魔法の気配がバチバチだ。バチバチにアチアチだぜ。マジックトレジャー発見の予感、うん、発見の予感。前なんか発見したりしてる？ちゃんと。そういや、うん、博士に頼まれた五次元の結晶は大結晶の洞窟にあるんだったな。大結晶の洞窟、この奥か。うん、洞窟の方角は、うんうんうん、おー、こっちっぽいな。なんで匂いでわかるんだお前。犬か豚かイノシシか。いいぜいいぜ、あっちあっちだぜ。とっとと結晶探しに行こう。わかったよ。お前嗅覚すげえな。あちあちでバチバチでくんかくんかだぜ。行くか。え、待って。あ、ビッグハットいる。仲間にしよう。とりあえず仲間にしよう。いよ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 。スカウト。どうや。あー、まあこんなもんか。 35% か。あ、やっと来た。よし。よし。せっかくさっき言ってたからくんかくんかにしようか。くんかくんかで。よろしくくんかくんか。柔軟並べだね。よし、記憶領域くん、よろしく。なんかこれ真ん中の浮島いけるな。何があるんだ。いていていて、ここ何があるんだろう。あ、上いける。よいしょ、ういおりゃ。あ、なんかある。なんだこれ。薬草。ここまで来たけど薬草。なんか町に着いたな。ここなんだろう。古代都市って今見えたな。古代都市エルガ村なのかな。あ、こんにちは。あ、なんかかわいいね、スライム。古代都市エルガ村へようこそ。ここは美しい湖に囲まれた観光地なんだ。とはいっても誰が何のためにこの都市を作ったのか誰も知らないんだ。なんかちょっと怖いな、それ。大丈夫かな。封印解き放ったりしない？あと、あの、どなたか、よいしょっと、よいしょ。どなたがお見合いさせてくれる方。あ、季節の粉。季節の粉。大結晶の洞窟は危険な魔物が多くて入れないんだ。洞窟に入れるようになったら新たな観光スポットになると思うんだけどな。観光スポットにしようとしてんだね。こんにちは。いやいや、あなたが従えてるモンスターたち、これは運命のようか。お、私、あ、妻と出会ったり、おい、あなたのモンスターたち見て、あ、あ、やった。はい、喜んで。うん。サボテンボ、いない、サボテンボール。君のモンスターは何？デッドペッカーか。ごめんな、サボテンボールじゃないけど。行ってしまおう。ダッシュランよ。どうなる？フォレストドラゴン。いいね。これでいいや。2万年後の君へ。いや、なんとなくさ、あの木の感じがなんとなく、こうしたくなっちゃった。2万年後の君へ。どうにかして、なんか、あれの上位互換にしてな。歴史研究、あ、なるほど。魔界の歴史なら何でも知ってるわ。お？でもこの都市、古代都市だけは謎に包まれたまま。そういうのってなんだかワクワクする。確かに謎に包まれたものってワクワクするよね。あ、やったー。これも謎に包まれてワクワクするよ。やったぜ、イエーイ。あ、登れる、イエーイ、イエーイ。なんかウルベア魔人兵とか出てこない、これ。
この作品。うえ。君たち五次元の結晶を取りに大結晶の洞窟に行くのだ？行くのだ？そうだよ。どうしても行くならこの年は抜けたずっと先にあるけど、危険だしやめといたら。観光だったら湖がおすすめなのだ。そんなの気にしないのだ。ごめん、戦車にかけて戦車にするわ。戦車機で。よろしく、戦車機くん。オッケー。おじょぼ口。どんな口なんだろうな、俺。どんな口なんだろう、おじょぼ口。うん。やっぱ結晶っていいよな。うん。いや、なんかね、いやほら、あの VTuber のあのモデル作ったのもさ、俺ほら、ファイナルファンタジーにさ、ハマりすぎてたから。あ、これストーンマン的なやついるけど。あ、ゴーレムとかいんのかな。ここが大結晶の洞窟か。左のやつなんか動き出しそうだけどね。この歴史を感じさせるカビの匂い。カビの匂い、まさにお宝の香りだぜ。カビの匂い大丈夫か。うん、あら、なんか何かしら、うん、石がポロポロとなんか崩れてるけど、え、後ろ、え、後ろ、何あれ、あやっと来てるぜ。おい、お前ボスモンスター、ボスモンスターかい。あ、いっぱいいる、いっぱいいる。逃げんの。いや、いいよ、戦えんじゃねえか。多分勝てるよ。え、無理かな、勝てそうだけど。ああ、結構追ってくんね。結構いるね。そこのゴーレム気になるけど、何なんだろうね。守り主みたいな感じかな。行こう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 、早く逃げよう。うん、あ、とりあえず負けたか。あいつらしつこすぎんだろ。かなり追われたな。大丈夫かおめえら。お、まだ探してんじゃん、あいつら。すごい執念ですね。うん、まだ私たちを探してる。もう倒すしかねえよ、行こうぜ。行こうぜ、倒そうぜ。いける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 。また奴らに見つかる前に早いとこ行こうぜ。分かったよ。倒せると思うんだけどな、今の俺たちなら。チェー、すげえ寝方してんな。ドラキーってあんな寝方すんだ。ぶら下がってるわけじゃないんだね、彼ら。よいしょ。ほう、万能薬ナイス。オッケー、これでいけるべ。まあ、やんなくてもまあ勝てるとは思うけども、行ってしまうか。うん、オッケー、行こう。パールスライムは今度だな。さあ、どないな。来たぜ。ここが奥か。あ、こいつやん、絶対こいつ絶対持ってるじゃん。綺麗。うん、これが五次元の結晶か。いや、これいいな。あれ、待って、ペンタゴンって五角形だっけ、六角形だっけ。合ってた、ペンタゴンだ、やった。よかったよかった。大統領府と話したもんな。すげえマジックオーラがビンビンしてるぜ。ビンビンだぜ。とっとと持ち帰って、ビンビンカチカチ、どんどんボンボン、だんだんどんどこどん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 だぜ。よし、いや、で来るよね。そりゃ555だな。ヒゲも生やしてるぜこいつ。俺と同じじゃんこいつ。なんか俺と同じ。おいおい、結晶ってのはいつから一人でに動くようになったんだ。俺に聞かれても。うん、どうする。お、え、何知ってんの。うわ、やめろやめろお前。よし、やってやろうぜ。命令、絶対排除する。俺たちの力を舐めてもらっちゃ困る。いや、振りかぶったね。俺たちなんか今その状態から何もできないよ。ただ殴られるだけになっちゃうと思うけど。じゃあ行くぜ。お祝いさん、君は、株取りをしなさい。で、ドリーム、君は、一応スクルトをやりなさい。よ。で、カオス、君は、いや、ベリーノとか絶対効かねえよな。株取りだな。株取りをやりなさい。2万年後の君へ。君は、刃砕きをしなさい。前任者と同じことをするのです。刃砕き、あ、効かねえな。効かねえな。やばいな。スクルト、物理攻撃あんま効かねえよな。でも効かないけど一応やるしかねえ。俺たちにそれしかできねえ。株取り、ギガデイン、ギガデインと、ルカナンかな。ルカナンの方が効くかもしれないな。で、どうしよっかな。刃砕きしかねえな。刃砕きだ。よし、やっちまえ。ルカナン。あ、来た。よっしゃ。
カブトリ、いいよいいよいいよ、これで、大橋、大丈夫だ、大丈夫、耐えられる。回復はしない。回復はしないでくぜ。とにかく攻めろ。いや、ギガデインもそのぐらいか。あ、ギガデインもそんなか。あ、でも大切断かな。うん。スケルトやってもらうか、スケルトやって、あー、どうしよう。カブトリか、大切断、お前も大切断いっちゃえ。いけるな。あー、砂煙、ドン。よし、いいぞ。大切断、いいよいいよいいよ、効いてる効いてる。砂煙、おわしたー、いいね。で、スペルトやっといて、で、あとは、みんなもう、今と同じ感じでいいかな。大切断と、ギガデインと、大切断やって、からの、刃砕き。間違えた！危ねえ、危ねえ、危ねえ。今、みんな殺しやられるとこだった、危ねえ。こうだ。どうや、いいよ。あ、これ勝てるな。この流れが、94。どうや、いいよいいよいいよ。で、ギガデイン、いいよいいよ。あ、もうだいぶ削れてるぜ。このままいっちゃえ。このまま1枚だ。大切断、大切断ってな、大切断、稲妻、大切断、刃切り、刃砕き、どう？おしいぞ。おしいぞ。いや、これ、だいぶこいつ HP 高っ。地響き。うん。いや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 。なかなかにだね。あ、なかなかにだな。いいよ。よし、来たー。いいね。守備力低下。大切だ強ーやったぜ。てか、攻撃した時の相手の、あ、やったー、レベルだいぶ上がった。すげえ。あ、やったやったやった。スキルポイント。いいよ、いいよ、いいよ。よし。オッケー、また一つ強くなっちまったよ、俺たち。お、やったぜ、知れ渡った。捕まえやすくなったぜ。うん、で、こいつは何だったんだろう。誰の命令だったんだ。5次元の結晶を受け取った。すごー。なんか、いいな、五角形。ヤマヤマ級の超アッチアチだぜ。超アチアチのアチアチだぜ。これで進化の秘宝に一歩近づいたな。そうだな。それじゃアグルク博士に渡しに行こうぜ。渡しに行くぜ。おっと、消えた。ん、何だったんだろうね。なんでロザリーに、ロザリー、俺たちに会う前に何かあったか昔。あロザリー君、エルフに涙は禁物だぜ。あ、そういえば、あ、俺その設定忘れてた。涙を流したらその涙が、そっか、好物になるんだもん。あれ、強欲な人間どもが集まってきちまうからな。あ、お前もそのこと知ってんだ。ベネットさん、まあ、一応研究者かもな。ルビーの涙のことご存知だったんですか。あ、エルフの涙を手に入れれば誰でも一夜で大金持ちになれる。俺らの間じゃ知られた話さ。それは知ってなおだよな。だから今は泣いちゃダメだ。さっさと博士のとこ行こうぜ。うん、今は、まあ、あんまりそこで引っかかっちゃダメか。うん、やっぱ声も相まってお前いい男だな。チキショウチキショウになっちゃうけど、あのね、ちょっとあの後、レベル上げやら、あと、新しいね、仲間、配合したりとかしましたね。うん。まあ、変わったのは、ここかな。うん。こことここ。ライバーンのね、トライバーンね。トライしたら、トライしたら、バンされたっていうね、そういうやつだ。と、あとは、うん、なんとなく、もじった名前。ソードドラゴン。約束せし正義の剣、なんかどっかで聞き覚えあるよね。語呂っていうか、なんだろう、うん、ネーミングが違うんだけどね。さあ来たぜ。回復してねえけどいっか、なんくれねえか。行こう行こう。おっしゃ、お邪魔しますぜ。そば、俺ゴールドどんくらい持ってんだっけな。あれから数えてすらいないけど、お金全く自分で管理してねえな。ここら辺なんか宝箱とかなかったっけ。あ、あった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 。いや、体験版で来たけどさ。ああ、そうだ、賢さの指輪ね。割と必要じゃん。これも割らしてもらおうか。体験版ではここら辺やったけど、やってなかったからさ、製品版になって。うん、ここら辺も更新されてたな、しっかり。じゃあ、おいしょっと。アグルカさんよ。持ってきたぜ。そこのもの。その手荷物は5次元の結晶。はよ、マロに渡す、渡しますぜ。しかしだな。お主。よなんか、糸おかし。糸おかし。時の砂を作れるのよ。平安のものか。糸哀れだな。
糸哀れだぜ。もうこの5次元の結晶、糸哀れでしょうよ。趣があるでしょうよ。アグルカ博士、うん、俺にも何か手伝わせてください。あ、なんかいい機会じゃん、いいね。えい、邪魔である。あ、邪魔だって、黙ってみて俺。だってよ。かわいそう。ああ、失敗。あ、びっくりした。これぞ時の砂。お、進化の秘宝完成への大いなる一歩なり。なんかあれ、待って、岡本さんじゃねえよな。それはないか、それはないか、それはないか。このアグルか、違うか、なんか声の濁り方がなんとなく似てたから、違うか、違う。博士、あっちあっちです。あっちあっち。それ、俺にもちょっと分けてくれませんか。あっちあっちのペチペチのもちもちだぜ。アホなことを申すな。うん。俺のようなものに使いこなせる代物ではないわ。ああ、かわいそう。でもな、人間の手にはあれだな、うん、余るんだろうな。お前たちには感謝する。進化の秘宝の完成は相当からずであろう。本当？時が来ればアグパッドで連絡するぞ。アグパッド、お前たちは歴史の生き証人となるのだ。なんか俺すごいひどいことに加担してる気がするんだけどもね、大丈夫かな。うん、そういえば博士にもらったトラベライトで行ける場所がまだあったよな。あ、まだあるね。あと2つあるね。他のとこにも行ってみようぜ。了解、行ってみようぜ。他のとこに行っていっぱい仲間にしていきたい。行くぜ。ありがとうよ、アグルカ博士。じゃあ一旦あれだな、ロザリーヒル戻るか。ルーラルーラ